はい、どうも、チャンプルーです。ということでね、今回もジオゲッサーシーズン2をやっていきたいと思います。はい、いろんなとこをね、探し回って、ゲスしていきましょう。レッツゴー。あ、ちょっと裏でやってたやつが見えた。チラッとね。はいはいはい。高速道路っぽいところに出ました。いや違うか、バイパスかこれ。ちょっとね、あの裏で練習してたりしてるんですよね、このジオゲッサーね。なんか青看板欲しいな。あれ青看板かな。あ、青看板見えるね。ただここ場所を特定するの難しそうだな。え、嘘だろ。よし。ちょっと待って。進めないんだけど、前に。あ、青看板見えるのにさ、データがない。ちょっと待って。データが反映されてないわ。絶望なんだけど。さて、進めないや、絶望なんだけど。嘘だろ。じゃあ南行くか。なんかね、たまにね、明らかに道続いてるはずなのに進めないっていう現象が起きるときあるんだよね。あ、あそこに青看板ある。え、嘘でしょ。松竹園、0986九州です。0985か、九州です。ちょっと待って、ひどくねこれ。0985で、まあ九州なの分かったけど、おい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 、ひどくねえかこれ。待って、出られないんだけど、このバイパスから。どこだろうね。とりあえず、熊本らへんのバイパス刺してもう終わるか。あ、これ終わる。ダメだ。もう、できねえ。とりあえず、北に向かっていってるんで、どうしようかな。どこら辺にしようかな。結構長めのバイパスっぽかったんで、とりあえず、わかんない。ここら辺で、ゲス。OK? 宮崎でした。なるほどね。はい、というわけでね、ちょっとこれはね、仕方ないですね。ただ九州だけ合ってたんで、よしとしましょう。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching. 第2弾に続く。